5日間シリーズの夏盛り三国観光産業社長杯開催初日の争い、青空の下対戦カード進んできました。競争水面上は初日のラストカード三国選抜第12レース。対戦メンバーは1号艇平本正幸、2号艇平石和夫、3号艇今井隆、4号艇中辻博則、5号艇東本勝利、6号艇野沢大地、以上6選手の争いです。インコースは1号艇の平本正幸です。第9レース2コースからまくって白星を上げています。人気の中心は1号艇の平本、隣2コースには2号艇の平石和夫、1回目第8レースは2着でした。3コースは3号艇の今井隆、キャリアボで交換しました。4コースは4号艇の中辻博則です。引っ張っていきます4号艇の中辻、第1レースは逃げ切っています。5コースは5号艇の東本勝利、大外6コースには6号艇野沢大地です。5号艇の東本、6号艇野沢ともに今日の1回目は3着取っています。枠番通りの3対3と分かれました。進入インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇の平本、そしてセンターから4号艇の中辻、アウトコースでは6号艇の野沢、わずかにスタート1周1マーク、1号艇の平本逃げるところマークに行ったのは3号艇の今井、内からは2号艇平石、6号艇野沢バックストレッチに入ってセンター争い混戦模様、逃げる1号艇の平本、内から伸ばす6号艇野沢、差がなく3号艇の今井は外、間からは2号艇の平石、その後ろ5号艇の東本、4号艇中辻、スタート正常でした。1周2マーク、内6号艇野沢、外1号艇の平本握ってホーム直線構成、6号艇野沢が先頭、一手進リード、1号艇の平本は2番手、そして3番手は3号艇の今井です。先頭2番手の定冠、一手進から一手進半差、2周1マーク、6号艇野沢握ってきます、1号艇の平本バックストレッチ、6号艇野沢がこらえる、外は1号艇の平本バックストレッチに入ってもこの2人の先頭争い続きますが、判定進6号艇野沢が内からリードを取っています。しかし差はなく1号艇平本外からの追走、そして3番手は3号艇の今井、2周には6号艇野沢、今度打ち狙ってくるか、1号艇平本ホーム直線コース、6号艇野沢がホーム直線コースに入って2艇進3艇進4艇進と突き放して先頭、1号艇の平本は2番手、単独3番手3号艇の今井、その後ろが2号艇の平石、5号艇東本、4号艇の中辻、最終周回1マーク、完全に1号艇の平本振り切っています。しかし1号艇の平本最後のバックストレッチでもう一度定冠差を詰めにかかっていますが、6号艇野沢3艇進から4艇進のアドバンテージ、1号艇平本追い上げますが2番手、3番手3号艇の今井、ラストターンワークの旋回です。主導権争いとなりました。6号艇野沢と1号艇の平本、1号艇の平本最後のホーム直線コースも追い上げ見せますが、最後6号艇野沢振り切っています。最後は6番野沢先頭でゴリ、1番平本、3番の今井でゴリ、7番の平石、5番の東本、ラストは4番の中辻ゴリ。